トーマス・アンドリュー・ポメランツは、アメリカ合衆国テネシー州、シェルビー郡コリアービル出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。愛称は、ビッグ・スムース。兄は、元プロ野球選手のスティュー・ポメランツで、祖父も元プロ野球選手で、アメリカンフットボールの選手でもあった、ガーランドバック・アイ。また、父親のマイク・ポメランツは、 大学野球の選手だった。2007年の MLB ドラフト12巡目で、テキサスレンジャーズから指名されたが、この時は入団しなかった。2010年の MLB ドラフト1巡目で、クリーブランドインディアンスから指名され、8月16日に265万ドルの契約金で入団に合意。2011年には、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、 全体で61位の評価を受けた。この年は、まず A 級キンストンインディアンスでプレイし、15試合の、先発登板で、防御率1.873勝2敗、ホイップ1.1 4という成績を記録。その後、AA 級、アクロニアロズに昇格し、3試合に先発登板して、防御率2.570勝1敗、ホイップ1.1オを記録した。 2011年7月30日に、ウバルドヒメネスとのトレードで、ジョーガードナー、マット・マクブライド、アレックス・ホワイトと共に、コロラド・ロッキーズへ移籍した。移籍後、AA 級タルサ・ドリラーズで2試合に先発登板して1勝を挙げ、9月11日のシンシナ・ティレッズ戦で、メジャーデビューすると、同試合でメジャー初勝利を挙げた。 この年のメジャーとマイナーの成績は、メジャーが4試合の先発登板で、防御率5.402勝1敗、ホイップ1.31、マイナーガスさんが20試合の先発登板で、防御率1.784勝3敗、ホイップ1.05だった。2012年は、ロッキーズで22回の先発登板の機会を与えられ、防御率4.932勝9敗。 ホイップ1.48という成績を残した。また、バッティング面では、ペットコパークで、本塁打を放った。なお、マイナーでは、トリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスと、a 級タルサで、経営10試合に先発登板し、防御率2.314勝4敗、ホイップ1.52という成績をマークした。2013年は8試合中4試合が、 リリーフ登板であり、メジャーで初のリリーフ登板だった。この年は、防御率6.230勝4敗、ホイップ2.03という成績だった。マイナーでは、前年と同じくトリプル A 級コロラドスプリングスと AA 級、タルサの2チームでプレーし、計16試合に先発登板して、防御率4.658勝2敗。 ホイップ1.40という成績を残した。発祥はマイナーで自己ベストである一方、防御率はワーストだった。オークランドアスレチックス時代2013年12月10日にブレッド・アンダーソンとのトレードでクリス・ジェンセンと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。2014年は開幕からリリーフで登板していたが、5月7日からは先発で投げるようになった。 6月10日で16試合の登板で、防御率1.905勝3敗という成績を残していたが、6月16日のレンジャーズ戦で3.2回で、8失点を喫した、腹立たしさから椅子を殴って、右手を骨折し、故障者リスト入りした。この年は20試合の登板で、防御率2.355勝4敗、ホイップ1.12という成績をマークした。 2015年は開幕から先発ローテーションに入っていたが6月からはリリーフに転向したリリーフ転向後は防御率2.61と高騰したシーズンでは自己最多となる53試合に登板打ち9試合が先発登板で防御率3.665勝6敗3セーブホイップ1.19という成績を記録した 2015年12月2日に、ヨンダー、アロンソ、マーク・ゼプチンスキーとのトレードで、ホゼ・トーレス、ジャバリ・ブラッシュと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2016年は、前半戦終了時点で17試合に、先発登板し、防御率2.478勝7敗という成績を、記録。この時点の防御率2.47はメジャー3位、左率184は、 ナショナルリーグトップの数値だった。同年、ペトコパークで開催された、オールスターに初選出された。2016年7月14日に、アンダーソンへスピノーザとのトレードで、ボストンレッドソックスへ移籍した。レッドソックス加入後は、14試合に登板し、防御率4.593勝5敗、ホイップ1.37という成績で、パドレス時代より、 防御率やホイップは悪化した。通年では、31試合中30試合に、先発登板して、防御率3.32、自身初の2桁勝利となる11勝を記録した。また、リーグをまたいだが、規定投球回以上に投げた初のシーズンとなった。2017年は、32試合に先発登板して、防御率3.3217勝6敗。 ホイップ1.35を記録。防御率はアメリカンリーグ7位。勝利数は同位4位体だった。自身2度目となる。ポストシーズンではヒューストンアストロズとのオールズ第2戦に先発登板したが、カルロスコレアとジョージス・プリンガーにホームランを浴びて2.0イニングで4失点とノックアウトされた。2018年は 屈筋の針で故障者リストに入っていたため、4月20日まで登板がなかった。5月の終わりまでの成績は1勝3敗、防御率6.81だった。6月5日に左二頭筋腱障害のため、故障者リストに入った。7月24日にリリーフとして復帰した。そのためシーズンの残りをブルペンで過ごし、26登板で2勝6敗。 防御率6.08を残した。ポストシーズンのロースターには当初入る予定がなかったが、ブランドン・ワークマンの代わりにワールドシリーズの際に登録された。しかしながら、ワールドシリーズでの登板はなかった。その後、レッドソックスは5試合目でワールドシリーズ優勝を決め、自身のキャリア初めてのワールドシリーズ優勝となった。10月29日に FA となった。 サンフランシスコジャイアンツ時代2019年1月23日にサンフランシスコジャイアンツと1年150万ドルで契約を結んだ。先発投手として起用されていたが6月中旬までの17、先発で2勝9敗、防御率6.10と苦しみ、同20日にはリリーフに配置転換された。2019年7月31日に、 マウリシオ・デュボーンとのトレードで、レイ・ブラックと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。移籍後も、リリーフとして起用され、25登板で、防御率2.39を記録。シーズン全体では2勝10敗、防御率4.85で、先発時は、防御率5.97だったのに対し、リリーフ時は、防御率1.88に抑えた。 オフの10月31日に FA となった。2019年11月27日にパドレスと4年総額3400万ドルの契約を結んだ。持ち玉は時速140キロメートル台後半の速球、ナックルカーブ、チェンジワップ、カッター。決め玉はナックルカーブで、投げ方は元大学野球選手の父親、マイクに教わった。 2016年にパドレスでブレイクした時は、コーチの教えに従い、右打者にはフォーシームを、左打者にはカッターを高めに投じる投球スタイルを取った。ありがとうございます。